皆さんいつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、最初の中古車情報のチェックでですね、本体価格一番高いものじゃあいくらなのかっていうのをね、チェックしてみようと思います。高い順にね、検索してみます。はい、なんとですね、すごいな。これ一番、2019年の、11月15日ですか、現在の、最高値ですね。このすごいですね、これね、支払い総額200万ぐらい高いんですよ。何かの間違いなのかな。まあ、運転価格だけ見ると、358万ということで、このダントツ高いですね。ただ走行距離もまあ、ね、自分と同じ11万キロで、30系の後期といってもですね、初期モデルになりますので、なかなかこのお値段はね、高額ですよね。40系の LS の後期の、まあ、結構いいのがね買えちゃうようなお値段かと思うんですけどね。はい、はい、まあ次の車両もですね、まあ、300万200万後半とかですね、なかなかあの静止用の、まあ、距離少ないのもありますよね、2.8 万キロ 1.8 万キロなかなかですね、スーパーチャージャー付きのやつもありますけどね、2万8000キロスーパーチャージャー付き、なかなかのお値段を今でもするんですね。はい、それからですね、次にですね、一番安い、本体価格のセルシオはいくらなのかチェックしてみたいと思います。はい、これがですね、2019年11月15日現在の最安値ですか。一番安いのがグーの検索だと20後期支払い総額30万と、大体本体価格が10万ぐらいでもね、総額的にはだいぶプラス、10万から20万ぐらいね、上がっちゃうのかなと思うんですけどね。30前期。ですからね、30前期が多いんですかね。価格的には買いやすくなってるから。まあ、そう考えると、自分のね、30後期、平成15年式の11万キロ台っていうのは、まあ、安かったのかな。ディーラー補助もつきますしね。まあ、中古車の価格なんかも、もうタイミング見つけるのも、買うのもね、タイミングなんで。はい、今日はですね、セルシオの中古車のね、最高値と最安値をチェックしてみました。やはりですね、いつも申し上げている通りですね、購入されるときはですね、実際に見て、乗って、いろいろですね、お店の人に聞いたりしてですね、ご購入されることをお勧めします。いつもご視聴ありがとうございます。